schon wieder beschissen. Nein! Du weißt aber ganz genau, was darauf steht. Hast du vom letzten Mal noch nicht genug? Hier, nimm dies. Warte noch bis zum Ende der Platte.私この前、AKB 総選挙の、映像を見て、ミヤネ屋を見て泣いてしまいました。こんばんは、陣田翔です。何やってんですか、31歳みたいな。マリーズファイティー、マリーズファイティー、マリーズファイティー。でもついつい泣いてしまう気持ち分かりませんか。なんかちょっと大島優子と前田敦子のちょっと友情みたいなのでね、うるっと来てしまいました。ラー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 、いけしっかり定着してしまいましてですね、あんまり定着しないかなと思ったんですけど、一気にね、ライトスタンド全体に広がってしまって、どうしようかなと思ってね、これね。やりましょうか。じゃあみんな座ろう。ラー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 。いや、ほんとね、よっしゃ行くぞって言った瞬間にヒット打ってくれてね、嬉しいなと思って、応援って意味あるな、ほんとに、あれですよね、意外とね、応援って、意味ないのかなと思う瞬間もあるけど、ああいう時にね、応援してよかったなって思う瞬間ですよね、ほんとにね、今日はよかった、まとまー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 。本人登場とかあるんですか、今日。いや、まとばじゃないと思う。石見で登場したら嬉しいですけどね。いや、本当ね、交流戦も竹縄でございますが、残りあと4試合か。ね。はい。今日はなんか、陣都市リサイタル交流戦でやるのも初めてかもしれないですけどね。なんかカープファンの方も結構いますけど、後ろでね。よろしくお願いします。本当にね。いや、結構ね、甲子園とか名古屋ドームとかでね、ドラゴンズに来てる人がロッテ応援したりとかね、ロッテをね、ユニフォーム着てる人がね、相手チーム応援したりとかね、どっちやねんと、ね、どっちか応援してほしいな、みたいな、のもありますけどね、一応別に相手チームのファンの方でもね、ロッテ応援するのは構わないけど、試合中だけはちょっと、どっちか応援してほしいなっていう、そんなことがありました。我らパシフィカ、世界のロッテ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 、魔法で
ね、交流戦もあとちょっとなんですけどね、甲子園球場で僕、最後、勝った時にね、2次会やってさ、最後、よいしょ、あれダメですって言われてね。他の応援団が真似したら困りますよって言われて、いやいや真似しないでしょと思ったけど、やめました。だからもうこれからは、あーってやって、へへへよいしょよいしょにしよう。これからこれに変えますので、ね、僕もね、タモさんみたいになりたいからね、なんだよそれってね、もう球界のタモさんを目指してね、頑張ろうと思って元気でした。今日は勝ちましたね。そうですね。ああ、分かってる。東京ドームも来てくれるからいいと思う。さあ、もう東京ドームからそろそろあれやっちゃいましょうか。夏限定多いかね。もう夏だから、夏だよ俺たち。はい、レッツゴー。バリエね、僕酔ってるんでこれ一番好きですね。自分自己ベストね。早くやりたかったから、どっちかっていうとね、早く夏になんないかなと思ってね、ずっと待ってました。レッツゴありがとうございました。っていうの待ってたんだよ。はい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 。ということで、今日はやっぱりね、なんといっても石井選手やりましょうか、そろそろね。県と勝利したいなといえば、はい、石井選手は沖縄出身でございます。沖縄っぽい曲にしてみました。それではどうぞ。はい。はいはいはい。あれ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 。あれ一心見ね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 。一心見ねヒット沖縄っぽいでしょう ね、なんか南国っぽい感じが沖縄音階ちょっと使ってみたみたいなねみたいなね、つなげてもいいのかって話ですけどね。はい、
はい、はい、熱い風巻き起こせ情熱込めてるね、さあ遠くまで遠くまで飛ばそうぜ、縛りを失って縛りをね。いや、僕の友達の沖縄県に住んでた人に聞いたら、やっぱ縛りは一般的にも使うと。え、そうなんですか。え、あ、沖縄の人いない。そうですね、はい、結構若者とかでもガンガン使いますよって話だったんで、採用してみましたが、あまりピンとこないですかね。ちょっとキー高いから下げよう。はい、遠く石垣にも届いてほしいなってね、思いがね、そんなこじつけね。はい、ということで、はい。石見でヒット。熱い風巻き起こせ、はい、もしかして、インタビュー俺やんだ、ちょっとマジっすか、タモさんだからね俺はね。いや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 、イエーイイエーイってなんだよそれ。さあ今日は石見さん来るらしいよ。そうですねだろそこはみたいなね、本当に。はい、球界のタモさん、それは石見さんどうぞ。石見で、ね、正面ステージ多分はずだと思うんですけど、正面ステージのファンの皆さんに一言よろしくお願いします。どうぞ。皆さんのおかげで今日初ホームラン打つことができました。ありがとうございます。
さあ今年マリーンズに入団して、ちょっとね、4月ゴースト、スタメンにやっと定着して、ここでホームラン打った気持ち、今の気持ちもう一度聞かせてください。いやもう本当に両親のいる前でも打てたんで良かったです。ありがとうございます。そうですか。ちなみにですね、今ちなみに、実はですね、今できたての石根さんの新しい役が練習してます。ちょっとね、来週の東京ドームからね、披露したいと思うんですが、あの沖縄ではチバリオって使いますか？使います。使いますね、はい。あのね、そういう沖縄の人の気持ちをね伝えたいなと思って今ちょうど練習してたんで、チバリオ、はい。ありがとうございますと、ということで、今後のね、あのマリーンズでどんな、期待活躍したいとか、そんなこと聞かせてもらっていいですか？はい、このまま突っ走って、はい、新人を取れるように頑張る。新人を、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 新人を。困ってる、困ってる。タイトル取れそうですか？どうですか？いやこの勢いに乗って頑張ります。ありがとうございました。石根選手でした。ちょっと森からまだこれから練習しますんでね、また東京動画楽しみください。毎日大きな声でお送りなさい。ありがとうございました。インタビューどうでした？ね、ちょっとまだタモさんにはなれないかもしれないな。もうちょっと、もうちょっと頑張ろうかな。ということで、チバリオは割と使えるみたいで、はい、チバリオ、チバリオ、一心で。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 はい、ちょっとキー上げましょう。はい、あらら。次は東京ドームとかでね。でちなみになんですけど、情熱込めてゆけ、いやさっさっていう。いいね、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 はい、やってみましょう。はい、はい。いやささのさが入ってるからね。あ、ちょっとすいません、行がずれてますけど大丈夫ですかね。いやささあ遠くまでこれかかってるから、実はね、最初からこれにしようと思っていたんじゃないのみたいな。熱い汗ばきを良かったですね。これ受けなかったらこれ石峰にしようかと、ちょっとそんなね、あの逃げ道を考えてたんですけどね。あ、いやささで良かったですということで。オッケーオッケー。い
にやさっさ遠くまで。小那須さん笑ってるけど大丈夫ですか。いいですか。はい、いいですか。突っ込まなくていいですか。小那須さん、あ、大丈夫、あ、大丈夫ですか。はい、よかったです。小那須さんからとてもいいですいただきました。ありがとうございます。ということで、あとなんだっけ、まとばまとばさっきやったじゃん。いいよ。ですよね。早坂待ってましたぜ。早坂、早坂、早坂、早坂。それでさ、あれ清田はいつ戻ってくるんですか。またまたね、じゃマスコミの情報はね、やっぱだからやっぱりね、はい、あ、8月に戻ってくるんだ。じゃあ8月に戻ってきた時、みんな応援の時はもう一回やりましたか。ゴー清田。清田もいればね、こんなはずじゃなかったんだけどね。さあ、千葉ロッテマリーンズ。ちょっと待って、そこどうしようかなと思ってね。ね、ここから這い上がろうぜしぶとくとかにしようかなと思って、ね。ここもう早くも優勝諦め、ここから今年は優勝するぞ、諦めようかなっていう感じに。そうだよね、まだみんな100試合ぐらいありますから、優勝するかも、可能性はまだまだあります。チーバーロッテマリーズ。
勝するぞ。必ずチーバーロッテマリーンズチャンピオンズラックを掴もうぜ。チーバーロッテマリーンズ今年は優勝必ず必ず必ずチーバーロッテマリーンズチャンピオンズラックを掴もうぜ。みんな飽きてるでしょ。もう俺がやりたいだけだからこれね。もう夏限定だから大好きで仕方がないんですよ僕はね。これこうあと5回ぐらいありますからね。あと5回ぐらいありますけど。ということでですね、得点後のテーマをもう一個ちょっと考えたんでやりましょう。はい、どうぞ。はい。はい、ワンツードン。はい、来た。いや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 。どん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 嫌ささ言いたかっただけだからね、あとね。はい、ということで、これですね。はい、戻してください。すいません。はい、戻しましょう。すいません、ついてこなくて。はい。はい、3、2、1。はい、来た。はい、はい。はい、はい、はい。気持ちながらプロジェクトたまたまね文字の数があっただけなんですけど、小松君がなんか悲しそうな顔してるけど大丈夫ですか？大丈夫ですか？基本的にはラーとか、ね、歌詞とかはねあんまり、気持ちながらそこじゃなくてどっちかっていうと点が入ってねイエーイみたいな時にあらら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 らあらら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 待って、今何時？何時ですか今？嘘！マジっすか？わかりました。はい。好きだぜロッテ。あ、じゃあごめん、俺が間違ってる。ごめんなさい。それグダグダってきました。ごめんなさい。ちゃんとやります。やめよう、なし。はい、はい、
修正してください。ラララララですよ。ララ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 ラですよ。ちょっと変だもんね。ね、なんかね、コンパクトに収まった感じですよね。はい、もう一回やりましょう。はい、できそうな気がしてきました。はい、いいんじゃないですかね。はい、後で家に帰って YouTube で見て確認してください。宿題かよってね、こんな感じでございました。ということで、実はなんかこの後予報が悪いみたいなんで、なんか陣頭修理生徒で毎回予報が悪いじゃないかって話を、してる気がしますが、そんなところでですね、以上でございます。あとあれだ。5、5。千葉ロッテ、はい、ゴできましたね。はい、ということで、まああのね、ピッチャー交代の合間とかにそういう時に使おうかなと、思っていますので、こちらの方も合わせてぜひよろしくお願いしますということで、そろそろ時間も迫ってまいりました。一緒にやりましょう。
得点テーマ、はい、誰か誰か誰か奈良ちゃんどうしたの？嫌そうな顔してるけど何？最後ね、ちちばろってマリーンズ、ここね、じゃああのね、これ最後にちょっと手入った後みたいなテンションでね、高めていきたいなと。ピッチャー投げました、かき打ちました、キーボード間違ったのもう一回だけやっていいですか？すいません、僕自分的に納得いかないんでもう一回だけやっていいですか？はい、誰か誰か誰か、はい、ちょっとね交流戦、なかなかいい成績残せませんでしたがね、もう負け越しも決定 してしまいましたが、まだまだですね、実は去年よりもまだ試合数の消化の数は少なくないのでね、これからまだまだ可能性はあります皆さんね、確かに今の順位はあんまり良くないかもしれないけど、希望は捨てずにこれは夏に向けて頑張っていきたいなと、元気よくせ、出していきましょう、ごめんなさい、元気出していきましょう、でマリーズファイティング、マリーズファイティング、マリーズファイティング、レッツゴーマリーズ、
ございました。以上2曲ね、覚えていただいて、多分ねいい感じになるんじゃないかなってちょっと手応えはありましたので、明日以降、明日は何か東京ドーム、そして神宮と、神宮で盛り上げたいですねこれね、ちょっと交流戦残り全部勝ちましょうということで、今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。頑張ろう、はい、ということでよろしいでしょうか。はい、はい、本当はエンディングテーマが流れるはずだったんだけどさ何なんでだよ甲子園でやりました。ね、本当にね、最近熱湯甲子園とか見て一人でですね、なんかちょっとね、家族のねドラマとか見てちょっと泣いてしまうっていうね、そんなおっさんでございます。ちんとしょう31歳ね。ということで、また明日から頑張りましょう。夏海で頑張りましょう。三島の飯よりマリーンズ。三島の飯よりマリーンズ。皆さん引き続き熱い応援よろしくお願いします。次回は神宮ドームとね、ありますけれども、皆さん熱い応援お願いいたします。それではお帰りはお気をつけて、また元気に QVC マリンフィールドでお会いしましょう。ありがとうございました。